はい、皆さんこんばんは、洗面器です。今日もね、晩酌の準備が整いましたので、早速晩酌やっていきたいと思います。で、今日はね、レバニラ炒め作りました。昨日ね、ちょっと動画の方でもお話ししましたけども、昨日ね、レバニラ炒めする予定だったんですけども、レバーの方がね、冷凍庫からおろしたんですけども、まだね、解凍できてなかったんで、昨日は代わりにスンドゥブチゲね、食べて、で、今日に、回しました。レバニラね、で、作ってきました。それと、ホタテのお刺身、また安いのがあったんでね、ホタテのお刺身買ってきました。では今日はね、これで晩酌やっていきたいと思います。ではね、こんなの今日買ってきたんで、よいしょ。ジンビームに、おまけでジョッキ、ちょっとね、家ジョッキってちょっと小ぶりのジョッキがね、ついてたんですよ、おまけで。なんで今日はね、このせっかくなんでね、このジョッキでね、いただいていこうかと思います。これね、なんか結構いい、この作り方とか書いてあるんですけどもね、なんかこうレモン入れて、ジンビーム入れて、炭酸水入れてみたいな、こういうね、作り方書いてあったりして、これでやっていきたいと思います。箱開けてね、よいしょ。こうですね、ジンビーム、あ、これちゃんとね、もう洗剤で洗ってきてるんでね、一回こう出して洗剤で洗ってまた箱にしまってね、紹介したいなと思ったんで、もうね、ちゃんとこう洗剤でね、綺麗に洗ってあるんで大丈夫です。そしたらこれをね、ジンビームって見えた方がいいのかな、これを、氷入るかな、いつもの氷ちょっと 入んないですね、いつもの氷は。大きくて入らないんで、じゃあ、ちっちゃい氷入れてね。このくらい、このくらい入れようかな。ね、で、シュワシュワね。シュワシュワ、いつものノンアル、朝日さんのね、ドライゼロ、用意しました。今日はこのシュワシュワでね。よいしょ。で、これをちょっとこのジンビームのジョッキに、あ、これいいですね、サイズがちょうどいい、これほらサイズがちょうどいいですね。大きいジョッキだと飲みすぎちゃうんでね、焼酎ってね、いつものこれを注いで、焼酎邸、こちらですね、この焼酎邸ね、これをさっきのやつに小分けにしてます。では今日もね、シュワシュワね、シュワシュワ見せないとね、シュワシュワこんな感じですね。おお、いいですよ、ほらこれもう一個欲しいなでは今日もね、一日皆さんお疲れ様でした。じゃあお先に失礼していただきたいと思います。じゃあシュワシュワで乾杯、シュワシュワで乾杯、いただきます。ちょうどいいんじゃないかな、これね。あんまり大きいジョッキだと大変なんでね、このくらいのサイズがいいんじゃないかと思います。ではまずはね、レバニラ炒めからいただきたいと思います。ラー油をちょっとかけてね、ラー油をかけて、こんな感じですね。またレバーには片栗粉をまぶしてね、片栗粉をまぶして焼いてっていう感じで作ってますね。こんな感じで、またこれのね、レシピクックパッドさんの方に載せてるので、動画の概要欄っていうんですかね、あそこにクックパッドさんのね、私のこのレバニラ炒めのレシピのリンク
貼っておきたいと思いますので、まあもし美味しそうだなと思ったらね、作っていただければと思います。ニラとかいっぱい入れてんのにもうしなしなになっちゃうんですよね。じゃあレバー、でかいな、レバー、おお、湯気が出て、じゃあレバニラいただきます。うん、もう一切れ、まあまあ美味しいと思いますよ。うん、うん、たまに食べないとね、レバーだしわしわでね。ではじゃあおかわりね、おかわり作って、おお、しわしわ、またね焼酎入れて、さっきかき混ぜるの忘れちゃったんでね、ね、軽くまたかき混ぜてね、ちょっと一回置いといて、でサラダね、サラダ、このサラダはね、こちらこのお家で作るごちそうサラダ、シーザーサラダ用っていうのがね半額だったんで、ちょっと今日はねこれ買ってきて、でトマトとあのサラダチキン、サラダチキンはまた生協さんのね、こちらのサラダチキン、10% オフのやつがあったんで、プレーのサラダチキン生協さんね、これ買ってきて、これ乗せました。これまた全部ね今日も食べない、半分ぐらいね食べて、また半分ね明日に回そうかなと思うんで、ちょっと小分けにしますね。よいしょ、これにねいつものね、ではこんな感じで小分けして、でまたドレッシングはねいつものやつですね、今日も、リケンさんの癖になるうま塩、これをちょっとかけて、でねエバラさんのね玉ねぎのタレ、あこれももうないな、どうしよう、アマゾンさんで注文しとこうかな、よいしょ、これでねいつもの感じでいただきたいと思います。じゃあトマトからね、トマトからいただきます。うん、おいしい、みずみずしいですね。もうレタス、レタス、ちぎったレタスが入ってる感じなんですかねこのサラダね。うん、いやサラダチキンと一緒に、うん、今またねあのそろそろうちの母の一周忌が来るんで、あのお寺さんね、一周忌のお寺さんのこう予約して、あとお花ね、あの一周忌の法要にだあの使うお花も、葬儀屋さん、うちの母のねお葬式あげた葬儀屋さんにお願いして、あの揃えてもらってね、あのお寺の方まで運んでくれるっていうんでね、いちいち持っていくの大変じゃないですかそういうのね、なんか持ってってくれるっていうんで、もうそこで頼んでね、あの手配していろいろ今日もねやってましたけど、
んかもうねいろいろねこまごまね他にもやらなきゃならないのいろいろあってねもう大変。まあうちの母の一周忌はもうお寺さんもあの日にちちゃんとスケジュールを抑えてあのちゃんとできるようにねあの予約取ったんで、うん、でお花もあの葬儀屋さんの方で お願いしてあのお寺さんまで持ってきてくれることになったんで、まあ大丈夫だと思うんでね、あのまああのねあの親戚の方が見てるかもしれないんで一応ねご報告という形でね今お話ししてますけどもね、関係ない方はね飛ばしてねいただいてね構わないんでね、どんどんあの飛ばしながら見ていただいて構わないんでね、まあそういう形であの一応うちの母のね一周忌ねちゃんとお寺さんの方にもねお話ししてちゃんとねあの予約しましたんでちゃんとやってますんでね。ではまたねシュワシュワ飲んで、うん、ではお次はお刺身、ホタテのお刺身こちらで税抜きで398円だったかな、うん、そんなに高くなかったんでまた買ってきました。スーパーによってはねすごい高いねスーパーもあるんですよね、ホタテのお刺身結構いい お刺身だと思うんですけどもね、ほら肉厚ですし生のね生っていうかあの貝からホタテ貝から外しただけのあのお刺身も売ってたんですよね、ホタテのお刺身あのウロとか全部ついてるやつで自分でホタテの、あのホタテのこの貝柱と紐をこうね、取ってこう綺麗にしてこうお作りっていうかねあの作るようなのも売ってたんですけどもね、それは400円ぐらいで5個ぐらい入ってたのかな、うん、それだったらまあこっちの方が楽なんでこっちでいいかと思ってこっち買ってきたんですけども、ホタテの紐もねお刺身にして食べると美味しいんでねちょっと迷ったんですけども、今日は普通にホタテのお刺身にしました。これでも結構厚みありますよ、ほらこんな感じで、ホタテうまいっすからね。よいしょ。ではわさびね、わさびつけて、よいしょ、こんな感じでね、いただきます。うん、やっぱホタテ美味しい。うん、で日本酒ね、あのホタテのお刺身にね日本酒こんなの買ってきました。志村けんさんのねなんかこう五六みたいなのがついてるあの大関のねワンカップ、こういうの今売ってるんですよ。人間って酔うと嘘をつけなくなるじゃんっていうね、なんかこう志村けんさんのなんか語録みたいなのがこうついてて、な中にね、中っていうかこのこっちにこうねなんか書いてあるんですけども、ちょっと見にくいですけどもね、今こういうのが売っててなんか何種類もあってね、これ買ってきたんですけどもね、ホタテに合わせてねちょっとこれね飲んでみたいと思います。ではね、こちら大関さんの志村けんさんとね、コラボをしてるあの日本酒、こちらをね早速いただきたいと思います。よいしょ。うん、やっぱおちょこでね、これがねおちょこに注ぐの難しいんですよね、このよっ、よいしょ、大丈夫。なんかこう書いてあるんですけどもね、このな中っていうかこのラベルの裏にねちょっ
とね見にくいんで、まあお店かなんかでね、あの手に取ってねご覧いただければと思います。裏の方はねちょっと動画だとねなかなかうまく撮れないもんで申し訳ないです。では大関さんのねカップ酒いただきます。うん、あーうまっ。ワンカップもうまいっすよね。意外とこうあの日本酒のこう香りがふわっとするんですよね。お安いですけれども美味しいんで、うん、うん、志村けんさんももう1年くらい、もう少しで1年になるのかな。うちの母が亡くなった後に亡くなったんですよね。確かうちの母の方がねあの少し早かったんですよね亡くなるので、コロナにねかかってねお亡くなりになって残念でしたもんね。うん、私も志村けんさんね大好きで、子供の頃ね志村けんさんのモノマネよくやってね、あのその時のねなんか話とかねいろいろ母にね聞かされて、私子供の頃だったんでよく覚えてないとか、覚えてるんですけど細かいことまではね、なんかこうそういうモノマネとかしててね、友達とかもあれ笑わせてたななんて記憶はあるんですけどもね、なんかそういう話とかねよく昔ねうちの母もしててねなんで私も志村けんさん大好きだったんですけどね。ではじゃあお次はねこれ買ってきました。久しぶりにこれブラックサンダーね、ブラックサンダー皆さんご存知ですかね。ブラックサンダーなんか私これもね好きでね時々買って食べてるんですけどもね、ちょっとウイスキーにね合わせるのになんかこうウイスキー用にチョコレート系のなんか美味しいのあればと思って見てたらねこれ目に留まって、あ久しぶりに買おうかなと思って買ってきました。あの白いブラックサンダーっていうのもあるんですよね白いブラックサンダーはあれ確か北海道限定なのかな。よいしょ、ブラックサンダーっていうとこんな感じでね、まあ、黒いんですよね。まあ普通チョコレートのお菓子なんでこう黒いんですけども、白いブラックサンダーはホワイトチョコレート使ってるんですよね。これはね北海道限定で北海道物産展とかそういうのがあるとたまーに売ってたりするんでね、これも買って何とか食べましたけどもね、いつもはねこのね普通のブラックサンダーしか売ってないでね、スーパーとか行っても。ではちょっとねブラックサンダーかじってね、うん、うん、このザクザク感が美味しい。キットカットもね美味しいですけどもね、ブラックサンダーも美味しいですよね。でジンビーム、ジンビームに合わせてみたいと思います。まだね封切ってないんでね、よいしょ。ではロックでね、ロックでいきたいと思います。白いブラックサンダーも最近食べてないな。最近うちの方も、うん、デパートとかもあんまり物産展とか今 やってないのかな、コロナの影響とかであんまり人集まるようなことできないですもんね今。なんでもうしばらく食べてないですけどもね、白いブラックサンダーも、うん、チョコレートにはよく合いますねウイスキー、うん、チョコレートとか揚げ物とかによく合う気がしますねウイスキーは。美味しいですね。うちの方もねあのコロナね、青森市もあのコロナの青森市のねラーメン屋さんでコロナのねクラスター発生しちゃってね、あもう時間ないな、ちょっと、ま、巻きでいきます。コロナのクラスター発生しちゃってね、ラーメン食べに行きたいけどラーメンも食べに行けなくてね今
割とね自転車で数分ぐらいのところの、ね、ラーメン屋さんでクラスターね発生しちゃったんでね、コロナのちょっとね今ラーメン屋さんとか食べに行くのもちょっと怖くてね。それでも皆さん結構、ね、ラーメン屋さん気にしないで食べてる方も結構いらっしゃいますけどもね、ちょっと怖いんで。じゃあまたね、最後にちょっとレバニラをもう一切れいただいて、うんうん、ね、レバーいっぱい入ってますね、うん、うん、もう一切れいくか、うん、ではね、あとはね、動画かアニメかなんか見ながらね、また晩酌ゆっくり続きやっていきたいと思います。では今日のね、晩酌動画の方はね、この辺で締めさせていただきたいと思います。もう動画の尺がね、ちょっともうなさそうなんでね、ジンビームのこのね、ジョッキで、そのうちハイボールとかね、ジンビームのハイボールとかもね、動画でやってね、飲んでみたいと思うんで、今日のところはね、このシュワシュワでね飲みましたけども、シュワシュワね、シュワシュワで飲みましたけども、これすごくいいですよ。このサイズ感がすごくいい、うん、ちょうどいいと思います。私にはね、私はちょうどいいと思います。あんまり大きいジョッキだとね、飲むのも大変なんでね。ではね、今日のね晩酌動画の方はね、この辺で締めさせていただきたいと思います。